長谷川豊の本気論本音論チャンネルこんにちは長谷川豊です本気論チャンネルご覧いただいて本当にありがとうございます今日はねちょっとだけデリケートな話題をしたいと思いますこちら男女間の案件は当事者決着がつくまで触らない方がいいという話をしたいんですけれども と言いますのも僕も本気論、本音論というコラムでも何度か取り上げましたが、えー、ジャーナリストの山口さんそして、ジャーナリストの伊藤しおりさんこの2人の案件に関してあまりにも限度を超えておいおいおいって突っ込み入れたくなることが多いので、えー、一声、もうコメントの残しておいたほうがいいのかなという気がします。ここのの伊藤しおりさんとといいう方は僕はは僕会ったことはないですあのー 出会ったことはないですけどただ一つ言えることはもうむちゃむちゃ美人な人ですよね綺麗ですよね男から見ても女から見ても綺麗という顔ですよねで、えー、ジャーナリストの山口さん山口さんに関しては言うまでもなく僕と一緒に長田町周辺走り回ってた男ですから、えー、全然知っていますし、えー、そもそもこの人 TBS なんですけれども僕はニューヨークでしたけどこの人はもうワシントン支局に駐在になりましてちょうど僕入れ替わってんです 僕がニューヨークから帰ってくる時にあの山口さんたちがビザを取りに家族が来ていたみたいな感じで実はね山口さんの奥さんと僕アメリカ大使館でですすれ違ってるんです僕があのニューヨークから帰ってきた後アメリカ大使館に用事があってでその時に「ああー」なんて言って「おーって言ってえ実はあの。 ワシントン DC に取材になるのみたいな話になって「そうなんですか!」って言ってあのすれ違ったりしてるのであの当然もちろん知ってはいるんですけれどもいやいやあの伊藤さんに関しては僕は分からないですただ山口さんに関しては、えー、抜群にできるジャーナリストです取材者として強烈にできる人ですそれはもう間違いないですただですねこの山口さんに関しては、えー、2回にわたって 不起訴になってるんですよねもう皆さんご存知だと思いますけど伊藤さんがもう薬物を使ってレイプをされたんだというふうに主張してるわけですよね。もう昏睡状態になってしまってでそれでレイプをされたんだっていうふうに言うんですよね。で山口さんは、えー、妻子がある身でありながら、えー、性的な関係を持ったことに関しては認めているんですが少なくともレイプはしてないと合意のもとであるという話をして。でえー、結局何回も 検察がまあ調べもしましたしう検察審査会っていう、まあ、民間の人も入れた、あのー、審査も行われてそれで不起訴になってるんですよね正直言って何があったのか分かんないですよもうレイプまがいのことがあったのかもしれないしいや全然レイプでも何でもないのに要は山口さんが安倍総理に近い人なので反安倍集団がてまつったのかもしれないしそこら辺僕全然分からないです 全然わからないんですけれどもうーこれは皆さんもそしてテレビ出てる人たちもみんな同じで僕もも皆さんわかんないわわけじゃなないいですかかんないのにとにかく伊藤しおりさんがレイプされたんだって言ったらレイプされたというふうに要はレイプまだって言い切る人まで出てくる始末で僕これは完全に間違ってると思うんですよ。 要は痴漢の原理と一緒じゃないですか僕徳田根っていうフジテレビの番組で2回にわたって痴漢の冤罪を特集したことがあるんですねで、まあ、非常に大きく応じられたんで皆さんもご存知かもしれないんですけれどもつつもたせ的にですね要は気の弱そうな男相手にバーってもう彼氏と喧嘩してイライラしていたという理由でこの人痴漢ですってやって結局痴漢の冤罪事件が でれすけれどもその男性は本当ににやっってなななかったんで会社をクビになりながら戦うわけですねその戦ってる中奥さんとかからも「もうやめてよ」って言,って言われて「嫌だ僕は戦いたいんだ」って言って離婚までしたりっていうそれで結局最終的に分かったのがその女性は彼氏と喧嘩してイライラしていたとでその時同情していた人が全く痴漢なんかしてなかったですよっていう証言をしてくれて結局それで完全無罪が立証されるまでに6年7年かかって その痴漢の冤罪をかけられた人間は会社クビになって奥さんから離婚されて何にもないのにただ痴漢をしてなかったっていうごく当たり前のことを言って話が終わるこれはね僕は冤罪という大変な国家犯罪だと,だと思っていて推定無罪って言うわけじゃないですか分かんなかったら罪人扱いしちゃいけないっていうのは常識なわけですよこれ法的には常識なわけなんですね で、伊藤しおりさんと山口さんのことに関しては、僕らみんなわかんないじゃないですか。この二人しかわかんないじゃないですか。法に任せるしかないじゃないですか。で、法が2回にわたって起訴できないよと、要は有,有罪だとでも言えないよっていう結論を下したんですよね。だとしたらそれに従うしかないと僕は思ってるんですね。で、一件気をつけていただきたいのが、小林義則さん、山口さんから名誉毀損で訴えられていた伊藤しおりさん事件めぐりっていうことですね。 僕はこの小林義則さんっていうのは皆さんと一緒でそりゃもう超尊敬してる人ですよ、まああまゴーマニズム宣言みんな読んでたと思いますけど戦争論みんな読んでたと思いますけど何十回読んだかわからないと素晴らしい人だと思ってますよ素晴らしい人だと思ってるんですけれどもこの小林義則さんもちょっとやっぱりそういう法的な知識に少し欠けてるところがあるのかもわからないんですが あのー「サピオ」という雑誌の中でやった小林芳則さんのその表現方法がですね結局伊藤詩織さんの話に丸のっかりしてる話のようなんですよ。山口さんは最初からしてないっつって言ってるわけですよ。だとしたら僕たちの取らなきゃいけないスタンスっていうのはフラットで女性はレイプされたと言った男性はやってないと言っている以上でいいわけです。でないと冤罪とかを生むんですよ。 これね、ロス疑惑のあの、三浦和義の件に関しても一緒なんですけれども、あの、法の下になんか怪しいよ、程度の人を犯罪者と決めつけて報じることは 99. 99 99、99.9999%有罪になりますから。名誉毀損成立しますから。これ多分、僕先に言っときますけど、小林義則さん、うん、僕は小林さんのことは大尊敬してるけど、これはおそらく負けるはずです。あの、裁判っていうのは基本的に前例を踏襲しますんで。 今までの前例どう考えてもまだ結論が出てないしさらに言ってしまうと検察審査会でで不になっている案件を犯罪者呼ばれしたらタウトです僕は不倫問題の,とあのベッキーさんの頃から同じことを言ってますけど男女の案件のことはねコメントしない方がいいっす絶対に。するとしたら客観的にどうなんでしょうねって言っとくのが一番だというふうに思いますが皆さんはどう感じになったでしょうか 長谷川豊の本気論本音論チャンネル私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みますお楽しみに